子です。高梨優子です。つるるん。もくもく。もかでーす。ウィーイ。先輩ないないから先輩ないんや今日。ごめんなさい、お仕事関係で、お仕事関係で、ちょっと寂しいよね。今日は3人で頑張りましょう。はい、はい、テーマコーナー中身紹介。筆箱の中身紹介ということで、もう私はね、はい、リアルに学校で使ってるんですけど、私は高校の時に使ってたやつを大捜索して、家の中をやっと発掘したものを持ってきました。うちは中学時代に使ってたやつをじゃあちょっと実際中学3年生で使ってたやつで、うん、はい、レッツゴー。はい、じゃあ私が使ってた筆箱はこちらです。はい、あ、使ってたじゃない、使ってるね。すっごい真面目な子が使ってるやつ。なんか色がモカちゃん。わかる。モカって感じ。モカって書いてある。わかる。書いてないけど。小学校とか中1の時とかはもうこんな大きい筆箱の中にもうペンも30本ぐらい入ってる。わかるわかる。これ高1ぐらいから使ってるんですけど、結構ガーリーにハマって、それと同時に筆箱もなんかちょっと女の子っぽくしたいなと思ってこの色を選びました。入るの？入る入る入る。何入ってんのかみたいな。結構入る。で、これはロフトさんで購入しました。で、ラペンは私1本しか入れないスタイル。ミルキーユニコーンって書いてある。紫のシャン。これは、細くて持ちやすいっていうのと、あと、ファンの子からもらったやつで、使いやすいのと可愛くて入れてます。で、続いて、まあ、赤ペン入れる。大事。赤ペンはこちらです。最終的にこれが一番書きやすいってなって、これを使ってます。で、これと同じ種類で、オレンジペンもジュースアップさんの使ってます。なんか私めっちゃオレンジ使うんですよ。なんか赤シートで隠すときに赤ペンを使うと結構見えちゃったりするんだけど、オレンジペンだと結構綺麗に隠れてくれるっていう理由でオレンジをめっちゃ使うの。アーペンは無印良品さんのいいよね。いいよね。めっちゃ好き。で、なんか青は普通に文字書くときもあるけど、アンダーラインを引いたりとかもするから 0.5 使ってます。で、続いて蛍光ペン。蛍光ペンはもう目立つように黄色、これも無印良品さんなんですけど、これね、こっち側が太くてこっち側が細いっていうやつ、ね、なんかここ透明になってるんですけど、ここがそれなんで開いてるの、ずっと気になってたの。なんでこれ、これはこう引くときに文字がこの中、あ、そういうこと？そう、文字がこの中から見えるよ。この透明のところから透けて見えるの。あ、だからか。だから開いてんの。そう、だから開いてんの。どこまで引いてるか分かるみたいな。あ、すごい。文房具屋さんやってたの。やってないよ。やってないよ。消しゴムが、なんか妹からもらって。かわいい。妹使ってさ。でしょ？なんか、いちごの匂いしそう。あ、するかも。もかちゃんの匂いする。どういうこと？私の匂いじゃもかちゃんのね。どういうこと？わかる。私の匂いを教えてくれ。で、最後がこちら。ハサミやな。正解。おお、ハサミですね。持ち運び便利なようにしてて、こんなちっちゃいペンケースにも綺麗に収まるからこれを使ってます。こういう紫がめっちゃ好きなの。わかる。わかる。淡い感じがいい。これと似てる。そう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 、合ってるみたいな。結構入るのよ。意外と入ってる。そうそうそう、いいね。こんな感じです。ありがとうございます。はい、じゃあそれでは私が次は紹介していきます。はい、はい、オーバープリントさんのね、筆箱を使ってます。ていうかクリアじゃないと無理なんよね。なんかそう、クレーってしたくなくて、そう、なんかカバンの中もポーチとかでさ、うん、あー、綺麗にしてるタイプだから、筆箱とかもなんかアサリ臭いのがすごい嫌いで、アサリ臭い、なのでもう見えるからもうこうやってもうって取れるようなの、うん、で、しかもここ両方開くからこうやって、あー、めっちゃ便利だよねこれ。究極の時は家とかはこのまま使ってます。うん、めっちゃいいね。うん、めっちゃいい。まずね、シャーペンは2本入ってます。はい。で、これね、もうこれは本当中学校の時ぐらいからずっと使ってるシャーペン。そうなの。そう。なんかやっぱね、シャーペンマジで買えんくて。わかる。壊れない限りはずっと同じの使ってるんですよ。なんでかっていうと、なんかこのシャーペンの中に今まで勉強したことが詰まってるような気がするの。わかる？え、だからちょっとね、わかる。自分が記憶してるんじゃなくて、このシャーペンが記憶してるから。わかるわかる。って思ってるから、なんかテスト勉強とかの時に、ずっとこれで勉強してたのに、違うシャーペンで答えることは絶対しない。わかる。めっちゃわかる。ちょっと待って。一回待って。あのさ、帰っていい。どういうこと？今まで勉強してきたシャーペンで答えるっていうところに意味がある。え、じゃあテスト勉強をこっちでしとったよ。うん。テスト本
はこれでダメ、ダメダメダメ、テスト勉強したらこれでやめ、この子と一緒に歩んできたテスト勉強期間、だから今まで中学時代から今までをこいつと一緒に歩んできたから、エクはずっとこいつと一緒に勉強してるんですよ。そう、覚えてくれてもこいつが勉強をね、ありがとう、コメントありがとう、今までそれはね、ファンの子にいただいたやつで、うん、パッパッパって書きたい時とかはすごい使いやすいので買ってます。次、はい、これです。あ、もかちゃんと同じ、おー、ジュースアップ、ジュースアップ、かわいい、初めて見た。これは黒のボールペンですね。柄が可愛くてめっちゃ可愛いね、柄めっちゃ可愛い。次は蛍光ペン、オレンジと青と赤を入れてます。ユニバ行った時に買って可愛いから入れてる。確かに可愛い、教科書線引く時とかさ使いやすいから、なんかそういうキャラものを入れてる感じがいいかちゃん。嘘、わかるわ、わかる、可愛くない、ティムのやつ可愛い、これ間空いてないの、ティムも間空いてるやつにしよで、これおっと、暗記用のマーカーペン、おー、え、これはいるよね、いるいるいる、これで隠してその赤シートとかで重ねて教科書丸暗記してました。そう、しかもこれ消せるからさ、めっちゃ便利なの。消せるの、どういうこと、間違って線引いたらこれで消せるの、白の方で。使ってる人めっちゃいる、全部緑になってる人いる。え、そう、それだったのいいか、マジ。次は、はい、あの青なんですけど、青って集中できる色って聞いたことあって、わかる、初めてわかるって言ったのめっちゃかっさ、なんかでもさ正直さ、こう4人でさ、うちと未来がちょっと似てるやん、わかる、どっちかっていうと、だからさ、今日なんかいねえからなんかさ、今日さ、共感できなくて嘘をつけないじゃん、だからさっきらこんな感じだった、よかった、青わかる、暗記しやすい、しやすい、集中できるから、そう、これで漢検の勉強とかはずっとこれでやってた。おお、そう、次は赤ですね、うん、見たことあるよね、多分、うん、あるあるある、これです、形はある、でも 0.38 で書きやすい。へえ、で、そう、オレンジね、うん、オレンジは絶対使う、私はこのオレンジが好きなんですよ。濃いオレンジだと赤に寄っちゃうから赤シートで消えないから、この薄めの消えやすいオレンジを愛用してます。頑張ってたんだよね、高校の時勉強、思い出だね、じゃあ思い出、かわいい、出てきた、ちょっと切れちゃう。シャーペンのシーン 2B とね、 B、 あ、 2B 懐かしい、その響き、小学生の頃めっちゃ 2B 進められる、 2B わかる、わかる、なんか言うと濃いのやつないと書けないの、なんか HB で書いたくなって、私も HB、 ウィー、 HB とは共感できない、メカはちゃんと筆圧濃いからちゃんと書きたい。ああ、なるほど。そう、さ、みんなさ、HB 使うじゃん。うん、やっぱり、女子 HB 貸してとか言われても、みんなもらってくれない。はぁ、とか、うん。なんかさ、いろんなさ、カラー使ってるじゃん。うん、そのもゆかちゃんっぽいわ。うん、確かに。一色だけじゃなくて。うん。えらい、いいね。わかる。じゃあ、私の筆箱は、いいんだよ。やばい。ね、ぬいぐるみシリーズがね、たくさんあって、うさぎを、一番最後は使ってたんですけど、他にもゴリラとか、ゴリラとか、いっぱいあるよね、猫とか、犬とかが結構あって、で、ウサギを最後使ってました。可愛い、めっちゃ可愛くない、めっちゃ痛くない、はい、行きます。まず、こちら、そう、単語帳は、これ使ったことなくて、今から初めて開けます。嘘でしょ、え、これ単語帳の使い方わからなくて使ったことない、嘘、英語とかよ、結構書く、こっちに書く、こっち側に日本語、スケルくない、全然スケスケって嘘で、これでスタディって書いて、いや待って、これあ、勉強かみたいな、そういうこと、そうそうそう、で、に、ネームペン大事、マイネームペンは持ってない人って結構多いよ、うん、その時で、貸したい、え、いいよ、ネームペンの時に貸したい、貸したい、貸したい、優越感あったの、ね、次、うわ持ってそのシーン、これが、これ100均だったっけな、ダイソー、うんうん、さ、なんかに、なんか一時期流行ったと思うんだけど、めっちゃ安くて書きやすいっていうので、こんな感じ、かわいい、ゆかちゃんペンで、こちら、シャーペン、おー、なんかかっこいいね、うん、そうやった、待ってない、待ってない、待ってない、え、でもね、待って、私も回せないの、いいかも、ちょっとちょっと格好つけたいんだよね、回したいよ、これ、もう一個シャーペン、これモノシャーペン、これ知ってる、消しゴムでかいやつね、そう、ね、で、あとこれ、かわいい、サクティンっぽい、なんかサクティンっぽい、で、ここの、はっちゃけてる感じ、マジ髪型とか一緒だし、確かに、で、あと修正器、テープじゃなくて修正テープで、私結構消しゴム、私も持ってなくて、で、消しゴムって結構なくすタイプだったから、うん、何かあれば普通にシャーペンでもこれ使っちゃうタイプだったから、適当にこう、これ使っとけばいいかなみたいな、で、これ押してこう出るタイプ、あ、
便利だね。そう、めちゃめちゃ便利やもん。だから使ってます、ね、で、あとハサミ、なんか見てない？一周じゃん。いいよね。マジでいい、こういう感じ、うんうんうん、はい、次に、これヘアピンです。なんで？でも邪魔だよね。そう、結構私勉強熱心だったんで、前髪とか結構こういう感じでしてたので前髪いつも止めながらこういう感じでしないやろ。してます、ね、ここを動かして、ここドラムとかやってドラムくらいに集中して次にリップです。なんで？うるうるにしたいみたいな。うるうるにしたい。なんかオイルとかは結構 OK だったから、うん、そう思っていたでした。なるほど。で、最後がえ、何？ヤンキーなの？違う。勉強以外で最近使ったのが、一回だけモデルノートを作ってて、うん、モデルレッスンとか行ってるのをまとめるやつの動画の時だけ使うんよ。その時にやっぱ小腹すくんで、ペラペラペラ。チュッパチャップスね。チュッパチャップスを入れてます。で、私のおすすめはさくらんぼとプリンとコーラです。え、美味しいよね。美味しい。コーラ好き。コーラいいよ、ね。コーラ好き。コーラ好き。うん、あの抹茶ラテみたいなのです。え、何それ？なんか。緑と白で分かれてて、抹茶ラテみたいな味があったんですよ。ね、なんでシュパチャスパスの話になるんだろう。あったのせいだよ。あったのせいだよ。はい、って感じでーす。はい、個性が様々ですね。個性様々だね。ほんとさ、筆箱からもう中身紹介しなくても筆箱から個性、うん、え、分かる。全開だよ。見てる方も学生さんが多いと思うので、確かに筆箱とか中身とか参考にしてもらえたら嬉しいなと思います。はい、今日の動画はここまでです。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。